来た。イカれたメンバーを紹介するぜ。まずは MKR、まあ、これはディピニーと、あのいつもこう怒られないギリギリのチキンレースを繰り広げてるゲーム実況者だ。そして続いて元プロのシグマなんだシグマさん、シグマさん、シグおじ、あー、シグお兄さん、シグマお兄さんですね。ゲーム実況者、ゲームを愛しているお兄さんですね。でシンさんは芸人ということで、まあスプラトゥーン1でだいぶお世話になったゲーム実況者の方々とサーモランやるということでね、まあ散々僕のことをボコボコにしてきた3人ですけど、まあこう一緒に肩を並べればこんなに心強いことはないということでやっていきましょう。多分評価レートは200ぐらいで潜ることになってるのかな。 MK がそんぐらいだって言ったから、これどういう3人の平均値取られ、4人の平均値取られるのかがちょっとわかりませんが、よろしく頼むぜ。もう大丈夫でしょ、もうブイブイ言わしてた3人ですから。しかし武田もね、そこに固まってきたら終了だから、これは間違いない。これは間違いない。モグラから生きてくる。とりあえずあれは取ってくれそうだから、一等に敵を止めつつ、まあ大丈夫じゃねえかな、このメンツマジで。僕のことね、もうあのね、もう知ってるんですよ、ボコられてきたから。ボコられ続けてきたから、このメンツが強いことは俺は知っている。だから大丈夫という、いくら高レートでも簡単にクリアしてしまうんじゃないかと。いやーこれ簡単だと思われちゃうな、サーモランが。わーちょっと待って。最強ポジションやめえや、マジどうすんだよあれ。ほんとね、あの位置バグ、マジあの位置の肩パッド、マジバグ、マジやべえって。それだけはない、それだけはない。せめてせめてせめて、もう52秒間あいつと一緒に遊ぶしかねえわ。もうロンド踊るしかねえ、あいつと一緒に地獄のロンド。おーい、何バグっとんじゃい。おいおいおい、シンさん頼むぜ。シンさんは行ってくれるだろう、一人でもね。あの人は一人でも行く人だ。 MK 何やられてんだ、くそ、やべえ、シゴジやべえぞ、そこちょっと、とりあえず一回頼んとろう。わー、シンさんまたやられてる。ちょっと待って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 、ちょっと待って、おら邪魔じゃてめえらからの、シグマさん頼むよ。ふぅ、邪魔すぎ。オッケーオッケーオッケー、シンさんも復活しているが、肩パッドからの熱い攻撃が俺を襲っていく。こいつ相手してる暇はない、俺は納品しなきゃいけない。納期が間に合わねえんだよ。 MKR 死にすぎだろお前と思ったら、シグマさんこれは仕方ない、しゃあないしゃあない、シグマさんは仕方ない。 MKR はどうでもいいけど、シグマさんはしゃあない。シンさん頼む、オッケー。とりあえずやばいな。誰だぬるいって言ったやつは。しかしあのシャゲナダムのあの満潮はマジガチで難しいからしゃあない。しかもクソみてえなとこに固まってきてたし、でも倒してくれてましたね、素晴らしい。あそこの位置の絶望的なんだけど、あそこ近く、これどうしようかな今回。これ結構このパーティーでのバレスピは意外と仕事があるというか、爆弾は完全バレスピの仕事って感じで、ちょっと若干引きつつ、味方の大丈夫ですか？ MKR 死んじまうぞお前、死んじまってんじゃねえか。やべ、しまった、ちょっと待って、止め直す。あーよかった、ナイス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 。あーちょっとまずい、それこれ俺かな、変じゃないかな。ちょっとあれじゃん、モグラもいいんじゃん、モグラもいる。これは俺が納品しとくわ。これ俺こっち、あ、肩バットがいる、これはきついな。あ、ちょっと待って、シンさんやられてんな。あれはシグマさんが助けてくれる。邪魔じゃん、2個目を使っていく最終面前に、これは厳しい。しかしケチったやつはやばい、このゲームケチるゲームじゃないから、ケチるゲームではない、間違いなく。 MKR 行くぞ、お前の得意なローラーで頼むわ。ナイス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 、うますぎ。とりあえずジャパンの方を倒しておいて、なぜか帰り道が塞がれてるんで、帰り道は確保しとかないと帰れなくなってしまう。 MKR とりあえず生きて帰れ、生きて帰れお前、もういい。とりあえずね、ノルマクリアしてるから。 MKR ちょっとどういう状況だ、どういう状況だ、あいつ。ちょっと待って、帰ってこれるかな、ちょっと待って、もうワンチャージ、もうワンチャージ、オッケー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 、頼む、もうこれはもう生き残ろう、登ろう。登ってくぜ、どこまでも。この人生という山をよ、ナイスでインクが、頼むわ。あとはとりあえず大丈夫大丈夫、オッケーオッケーオッケー、死闘でしたね、審査溺れてね。ちょっと待って、最終ベーム北斎さあ、これ地味にこの辺
辺塗っときたいところですけどね。自陣塗りかなり大事だよ。この辺も本当だったら塗っておきたいが、この武器だとちょいと塗れない。最後特殊な状況ではない。こっちだ。カモン。コウモリがいる。コウモリがいる。コウモリもまた邪魔。しかしあれはちょっと待って、あれはバレスキンに任せよ。俺はこっちを確実に処理して、天気を晴れにみんなをにこやかにしていくのが俺の仕事を。審査頼むぜ。シバさんがカモンしてるが、ちょっとあれはパクられますね。あれは卵パクリ用にパクられる。仕方ない。あ、それよりパッドを倒す方が先。これは玉入れの時間だ。偏りすぎ。ちょ人気もんかよ。マジか。よくわかんねえ死に方したな。シンさんごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。シンさんの舞、シンさんの舞が、おらー、ちょっと待って、早すぎだ早すぎだ。おらおらおら、俺の連打力が足りないせいでこれは倒せなかった。そして人気者、こじゃけが意外とね。これやべえな、完全に。おーい、これ、ね、これすぐねヘルプを打たないところがまあ一つ技なわけですよ。この辺近づいてきてから、これ無理に助けてきてもらって、うわー、ごめんよ。やばい、雨が止む、止まない雨はないと言ってるが、かなり長期的な雨になってしまっている。そしてどこで死んでるのかがさっぱりわからん。シグマさんがあれ助けに行けっかな。どうでもいいけど、納期がやべえ、やべえ、完全に足引っ張ってるわ。二人落ちてる状況だな、これやばいぞ。シンさんと一緒にもうこのここに来ると信じて。待って、これバレスピのシグマさんしかいねえじゃん。シグマさんそれ帰ってこれるかな。だ、これちょっと待って、そこがやばい。あ、納期がきつすぎる。俺の体力もね、肉もね、何にもね。いや、きついな。いやー、完全ウェーブ3で足引っ張ったわ。もうなんかワンツーのなんか無難な立ち回り全て無に帰すぐらい足引っ張ったな。いや、申し訳ねえ、これは。きついなー、このメンツでもきついか。やっていくぜ、シャケナダム。これが1本目がなかったことにされてるかどうかがちょっとわからないですが、バレスキか、バレスキ。とりあえず1戦目はウェーブ3で全滅。許されないだろ俺たち、スプラトゥーン、スプラトゥーン実況者的にはさ、許されないだろ。エネミー、そう、PVP でもない PVE で負けてるなんてダメだろ。ワンダメージ、これフルチャージで一気に倒そう。ボーッ、 OK、 確実に序盤いけるときに、敵が少ないときに。どこにいんだこれ。あれね、来るとこ変わってるか。やばい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 、めんどくさいこと好めない、めんどくさいこと好めない。邪魔じゃー。ナイスナイスナイス。やばい、あれ俺の仕事だ。あー、くそ、やべえ。2回目はない。ごめん、死んだわ。でもこれ殺さないことによる被害の方がやばかったから、もう許してほしいわ。シグマさん無理はしなくていい。しかしありがとう、ありがとう、シグマさん。お前何してくれてんじゃん。オッケー、助けてくれ。俺あれなんだわ、連続射できねえんだこれ。塗るのが大変すぎる。あ、大丈夫だ、もう俺たちには、俺には味方がいるんだ。こんなに嬉しいことはない。まあ、ウェーブ1ではさすがにスペシャル温存していきたいという考えですけども、死にそうになったらとか、味方がピンチになって活的不利とかになってしまったら使うことも当然考えなければなりませんが、まだ大丈夫でしょう。全然邪魔なんですけど。おい、もうこじゃけ、全然こじゃけ、数が、俺がここ一人でいるってことは多分あっちが大変なことになってんだろうな。これ間に合わねえな。くそ、まあまあまあ、ノルマクリアしたら何でもいいから、このゲーム。ナイス、オッケー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 。次の潮の状況とかも知りたいが、満ち欠けはない、満潮でもないし越されてもないという状況。ここの壁は意外と塗っといた方が良い。てか壁すごい、壁塗りすごい大事。肩パッドがいます、肩パッドがいますよ。ここ絶対一発で倒したい。どっち投げる。みんなどっち投げるか見てから投げるあたりがもう慣れてますね、このゲーム。だいぶみんなサーモラン慣れてきてるやつだね。そっちにもいんのかよ、ありえねえだろマジで。
ーやばい、この状況。タワーもいる。しかしこれ優先度的には、お前どこ向いてんだよ、マジ無理だろ。タワー厄介っすわな。これ自陣こんなに乗られてんのやばくない？シンさんたちがみんな向こうに行ってる。カタパットを倒したのかな。あ、ボムがいるな。サンキュー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 。 お前ふざけんじゃねえ。今ノルマ12個で全然足りてない状況、そして1人落ちているが復活させている状況。こことかもすごい大事なんです、すごい大事。俺のいくらある？あるじゃん。ちょっと待って、お前何してくれてんねん。これ3人で頑張ってくれてる、人の影もないから、これサクサクっと回収していきたい。待ってくれ、サンキュー。きっちり1個回収して、1人落ちている。北斎は誰だ？ MKR か。 MKR が落ちている状況。違う、地味にやばい、地味にやばい。 MKR 復活しとけ。コウモリ一発じゃ倒せねえんだよな、一人じゃ、一人じゃ。いや、しかもコウモリ二人いんのよ、やべえな。この辺塗って、おーい、やべえだろ。あと一個誰か納品してくれ。俺もう生きる方向にシフトしていくわ。ちょっと待って、マジで無理、マジで無理、頼む、納品してくれ。ナイス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 。俺も死んでもいいってことは、ナイス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 。これ二人が多分命を落として納品してくれたんでしょう。これ自陣塗り返されてやばいぞ。ウェーブ3的には、ウェーブ3的には自陣塗れてないの非常にやばい。このあの鮭のじゃねえわ、このタンクの根元ほどないとやばいというのはもう当たり前の話。こんな鮭が現れていく。どこだ、こっちか。ちょっと待って、めんどくせえやつか。カタカッと片付けてインストさせる。しっかり裏取って、ごめん無理しすぎたわ。サンキューサンキューサンキュー、ごめんありがとうありがとう。これどこで、ちょ食べたかな。よしよし、ナイスナイスナイス。モグラはほんと1個ですよね、こんな近くで。はい、持ったと思ったら持ってないやつ。いくら持った持った詐欺、いくら持った持った詐欺だよ。スペシャルをウェーブ3でこんだけ残してるのはでかいですね。これ地味にここ塗り返してた方がよくない？何悠長のことしてんだって感じですけど、最低限は塗り返してた方がいい気がする。そして出てくるのはヘビ。ヘビ痛い、痛いぞ、痛い、すごく痛い。これここから登って裏取れるんじゃねえのかという読み、冴えていく。ここしかもヘビ塗られてるやつもきっちりと、これ納品するのが近くてよろしいが、またヘビ2匹目、2匹目ケツがここにある。カタバットはちょっと誰かが相手してくれると信じながら俺はこいつを倒す。裏から叩け、裏から叩け、ナイスナイスナイス。ノルマはクリアしてる、もう生き残ればいいだけ。しかもあれですよ、別に塩は別にあれだわ、今回あれしてるからフィールドを広く使えるから生き残るのは比較的楽なはず。そして外していく。この辺がね、 MKR とは皆さんとは違うんですよ。僕は外しますから。これもうスペシャル使って適当に耐えてくんでいいんじゃねえか。 C さん頼む、俺飛び上がる空へ。大地、どこ、ここは、そう、空なのだ、空、やーいいや、味方の処理が素晴らしかったですね。いや、これはさすが、なんか楽だったもん、ウェーブ3なのに。何回死んだんだって話ですけど。ウェーブ1、2がやばかったな、2が。俺もちょっと納品すること諦めてたけど。素晴らしかった、あの辺は。いいね。やっぱいいな。安心できるわ。背中が預けられる。評価レートもちょっと上がって 205%。達人バイトガールもプラス20。素晴らしい。ってことはやっぱ200はあったってことだな、評価レート。